焼き鳥弁当長谷川ストアに来ました。これも北海道で食べたかった食べ物の一つ。長谷川ストア、はい、焼き鳥弁当も小とか中とか大とか、もう焼き鳥と言いながら実は豚串。オープン。おーおー、美味しそう。香ばしい。うまっ。人気ナンバーワンチャイニーズチキンバーガーです。それに卵追加。美味しそう。オープン。おー、これがラッキーチーズバーガー。すごい、結構ボリューミーだけど美味しそう。見てください、このボリュームがすごいね。肉厚、ボリューム感がすごい。甘だれの美味しい。店の中もなんかとことなくなんかにアメリカンな感じになって、
いな。あ、お、早速これか。メロン、カットメロン。メロンパンポップコーン。パンケーキ。メロンサラダクリームシップ。これで550円。ソフトクリームにカニクラフト。いただきます。なんか違う、うまい。すごい、箱に入れられる。